軍の士気は非常に高い状態です。現段階では30人以上のテロリスト殲滅に成功し、100名近い民間人の保護を行っています。我々は容赦しません。今も世界中の政府に応援を要請しており、これから陸海空と連携を取りつつ波状攻撃を仕掛ける予定です。装備も充実しています。最新型戦車レオパルト750両、 F16 は200機以上。訓練を受けていない回転寿司屋など3秒で更地です。特に今回の作戦は潜入任務に特化した部隊を編成しており、24時間回転レーン上での監視および撃退を行っています。また民間との協力作戦高度納豆巻きにより、通報を受けた場合、武装した我々が注文専用のレーンから投入され、直接治安を維持します。この納豆巻きはテイクアウトはできません。ちなみに引き割りです。無論テロリストがです。寿司だけにテロリストは一巻の終わりでしょうね。捕獲されたテロリストのほとんどはベーリング海峡で過酷な漁業に従事することになります。そこで命を落としてしまっても、その体は海の魚たちの餌となり還元され、その魚がまた回転寿司のネタとなるんです。自分自身が回転寿司のネタになるというのはまさに因果応報と言えるでしょう。今回の作戦は歴史上2度目となります。我々は再びの勝利をお約束します。我々が完璧な装備で完璧な作戦のもと、皆様の安全を守ります。ぜひ安心して楽しい食事をお送りください。